どうもこんにちは、たかしです。カーブ劇に行きましょうぜ。Yes. はい、今週はジャンプワンピースが救済なんですけれども、今日は3人で、最新話1106話について話していければと思います、うん、ぜひぜひ一緒に盛り上がっていければ嬉しいです。最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。いろんなワンピースの動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。さあ、1106話読みましたか？はいはい、はい、シンプル、はい、元気でよろしい。 いやめっちゃおもろかったよね、やっぱ1106話。すごかったですね。いや、すごかったよ、本当に、うん。まあ、というわけで、この動画でこれネタバレありますのでね、お気をつけください。はい、じゃちょっとおさらい兼ねていきましょうかね、うん、ちょっと1週間経ってると思いますので、はい、はい、1106話、君の味方、うん、エッグヘッドバスターコール発動していて、やばい状況でございますっていうところに、うん、まあクマたちも下のねパシビスタにこう狙われていて、うん、あーもうやばい、絶対絶命だ、ピピピピピピってなってるところ、なんとボニーさんが撃たないでお父さんとパシビスタたちに叫んだところ、ピピピピピピとパシビスタ全員反応して、なんと海軍に向けてレーザー、ドドドドドカ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 、うん、激アツでしたね。まずここが、まあこれがなんとベガパンクさんが一つパシフィスタにプログラムを入れていたと。すごいね。すごかったね、もうシンプルにベガパンクの作戦というか、この人の心があるからこそのこれができたわけですからね。うん、熊のそのお父さんの姿で最愛の娘を攻撃してしまうっていうのが一番の不安だったと。だから、うん、まあもうそんな悲劇が起きてはならないから、どんな敵が現れて世界をね敵に回したとしても、うん、ボニークマはいつでもお前の味方じゃ、うん、激アツでしたね、うん、いい人だから。これをやってしまうってことは分かっていると。そんなことをすれば必ずどういうことになるかと、うん、サタン星になんと刺されてしまいます、ベッドバックス、うん、ここはちょっと許せないですね、うん、でまあそんな中、うん、決して消さる、今すぐにだと、キザルにサタン星命令して、キザルはクマたち、メガパンクたち狙っていくわけですが、なんとそのキザルさんをぶっ飛ばしたのがルフィ、復活、形勢がどん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 逆転していってますよ、うん、でそんな中なんとあの900年前のロボまた起動しました。そうだね、ねえ、このドンドットットの解放のドラムによって目が覚めたのか、うん、まだ分かってませんが、うん、そんな状況です、うん、で、かつしかもボニーが2か、うん、気づきました。ルフィだ、ね、気づいたね、ねえ、ルフィがヒャ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 ドンドットットのリズムを流れてるところでね、もう完全に涙流して気づいております、うん、で、なんとその後一番最後のページ、うん、激ヤバおもろ展開、ここやばいね、氷兵海賊団ドリブロギー参戦だー、これ面白すぎない、この漫画すごいよね、ねえ、笑っちゃうもん、うん、おもろすぎてという流れでしたね。やっぱあらすじおさらいしてるだけでもめっちゃおもろいもんね、うん、あー、いや、順にやってきますか。はいはいはい、ねえ、ちょっと気になるとこがあれば先、じゃあドリブルギー行く。あー、最初そこ行きますか。ねえ、先気になる、うん、うん、まあ2人が話しやすいところからちょっとね行こうよ。じゃあ、いや、僕は何でも話せますよ、うん、何でもいけんだから俺ら。あ、ほんと。あ、そうだった、ね、すいません、なんか俺がペース合わせるみたいな、ちょっとごめん、おこがましかったですね。まあ、高橋さんがそこ話しやすいんでしょうか、うん、そこ行きましょうか、まあね、そういうことね。あれ、なんかそうだったっけ、行こうかね、じゃあ、うん、あれそんな感じだったっけ、いつも、うんうん、ああ、そっか、そっか、ああ、高橋さんのドリーブロギーについてどう思いました、うん、話しやすいでしょうか。あれ、なんか、あれなんでこのなんか席変わってんのこれ今。どう思ったの、席替えした。役職変わってるけど、高橋さん、何も思ってる思ってる思ってる。それケイさんにいつも言うやつや、ケイさんがいつも、うん、すごいねしか言わなくて、何も思ってねえなとか言って言うやつ、俺にやってるよ今。いや、これはもうおもろいだろ。意外だったね、意外すぎた、マジで一切予想してなかったですね、ね、僕は、うん、あ、だって来るなんて思わないし、来る理由もないと思ってたからね、え、うん、理由はないのかな、え、気まぐれ。気まぐれじゃない。いや、ワンチャン海賊だからありえるけどね。気まぐれで近いし行くかっつって、近いから行くかぐらいのね、コンビニ行くテンションで来てるかもしんないもんね。あ、その設定。あ、でもついでにルフィいるし迎えに来たぞーみたいな。かっこいいよね。いや、かっこいいね、なんかこの初期の頃に出たキャラがなんか普通だったらさ、いや、こいつが来てもみたいになるはずなのに、そうね、なんないのよ、なんないね、うわー、お前らかっていう、
やっぱ強いだろうからね。いや強いよ、うん、一応100年前で1億ベリーなんで。そうだよ、今で言ったら何億か分かんない、何十とか下手したらね言ってるわけだからね、下手したらそうだよね、うん、そういう価値が違うわけやから。そうそう、当時と違うから、うん、違うね、うん、ね、100年前だからね。そうそうそう、うん、まあ、物価も上がってるのか知らないけどね、ワンピース界も物価もね100倍ぐらいやってるかな、ね、100倍ぐらい、100倍になったらもう100億だよ、だってもう1人200億でも勝てねえ、ロジャー以上じゃねえかよだとしたら、だとしたら、まあでも何十何十レベルだよね、マジで。なんかこの感じね、うん、それがもうこの盛り上がりを見せてここに登場させるって、やっぱ小田さんの凄さすごいね。あ、やっぱもう、この世界一だよ、うん、本当にすごいと思う。うん、だって本当だったら、まあ、エルバフにいるだろうなとも思ってたしね。思ってたね、うん、そう。ただだから一回見せられてんだよね、うん、我々としても、うん、エルバフにいますよってのはもう知ってるから、うん、だからまあエルバフ待機だろうってもう無意識にそこに置いちゃってたけど、うん、わざわざ迎えに来るっていうね。え、いやだからこの理由はやっぱ気になるところであるよね、本当にね。なんで迎え来たの。まあだからやっぱり太陽の神だとは思うけどね、マジで。うん、ルフィお前には興味ないよみたいなことなのかな。俺ら太陽の神のルフィにしか興味ないぞみたいな、そういうのあんのかな。急に冷たいもっと感動的な再会じゃないのこの二人とは。そういうこと、ね、なんかおーみたいな、やっとなったかみたいな。そうそう、覚醒したから用なしやとは、覚醒したから来ただけであってみたいな、前のお前だったら来てないぞみたいな、嫌なやつら嫌味巨人じゃん嫌味巨人じゃんこいつら。そういうのあんのかな。シャンクスもそんな感じの雰囲気かもし出してたもんね。出してたね。ないないない、うん、ないよ。シャンクスはルフィにちゃんと託してる、大丈夫だよ、帽子預けてたろ二人はだからドリブロギーは二課状態の時しか会話しないんでしょ。そうしない。今はだからあんな笑顔だけど戻ったらスンとすと思うね無視普通のルフィ無視やだやだよ、そんな小物じゃないだろこいつらそんな小物じゃないよ。戦うのかな。ねえ、ここまで来てるから、まあ中に入るかどうかはね分かんないけど、周りの艦隊はなんか蹴散らしてくれそうだよね、うん、いや強いね、そしたらだいぶねえ。だからバスターコール防げちゃうと思うけどね、こんだけ言ってたらね弱いよやっぱねえ、弱いよ。いやちょっとこれはだから弱いと思った。弱くはないのよ、だからやっぱ弱いと思ってるし、この2人が強いの。ドリブルギーがやられたらバスターコールのあの価値ってものがまた見直されてくるだろうね。確かにね、バスターコールアンチすぎだろもうバスターコール弱い派閥がもうやばいんだってマジで。いやだ、どうなるかだけど、でもあの島の中まで行くかって言われるとねちょっと分かんないよね。どうなのね、迎えに来て、ね、やられなきゃいいけどね。え、まあ、やられなそうだけどね、さすがにやれるとしたら、例えば海側にはいないでしょ、うん、強い人いるの。ああ、いないと思う。中将とか全部島の中。あ、でもあのバスターコールでみんな中将は船に乗ってるか、サタン星とキザル以外は全員乗ってる。でも中将しかいないでしょ。あ、出ただから大丈夫じゃないやっぱ、ね、出た中将もう強いと思ってないこの人一層さ、あの二人が一層してくれんじゃない、ね、やっぱそこら辺を全部一掃してくれて、そのくらいの強さはありそうだもんな、マジで。まあそうだね、でこう逃げやすくなるというかさ、ね、うん、はいはいはい、はい、脱出しやすいんじゃないの。確かに、うん、今逆にさ、もうなんかルフィサイドに戦力傾きすぎて、なんか、うん、なんか脱出簡単にできちゃいそうなとこもあるよね、うん、こんだけ強くなったら。そうね、ね、ルフィも復活したし、うん、ね、パシフィスタ50体味方だしね、うん、それでかいよね、マジで。ね、ね、まだなんか隠されたものがあるのか、うん、まだ実はその権限があったとか、あと 5回ぐらいじゃ権限変わるくらいというかやだやだブリーチのバトルみたいなこのね、こう奥の手奥の手奥の手みたいなね、それはあの戦いでやってほしいね、必殺技とかでやってほしい、ブリーチみたいに。権限じゃやだ、権限やでしょそれを見越してわしがまだ上に作っとったんじゃっつって、いやいやサダンセね、いやいや、まだまだ実はまだ私がやってたんだ、ペペペペペいやいや、その裏でまだ私がなんじゃそれ。めっちゃいいじゃん、いいじゃんやだ、最悪だよ。それやるたびになんか新しい人がこう来るみたいなさ、そのフォーマットでさ進んでいけば最悪だ、最悪フォーマットだ、書きやすいだろうし、救済があるけど大丈夫だなって。そうこれやってる間にネタを考えようじゃないの最悪最悪、どうなんだろうね。いやね、だからまあ先週ね、あのマジの、 あの考察というか、そのこういうことがあるんじゃないかみたいな先週も話してますからね、見ていただきたいんですけど、まあ太陽の神ニカがやっぱね
エルバフは多分信仰してるっぽいですから、うん、で二課伝説を多分いろいろ知ってるんだろうな、この種族は、巨人族はってことだとは思うんですけどね。でプラスで巨人族っぽい見た目の900年前のロボが解放のドラムで動き出したりとか、そうだね、多分このロボ ね、ロボ900年前とか多分絡んでると思うんですよね、巨人とか二課とか味方かな、ロボは、ロボ行くかね、ねえ、いやロボはこれ味方だと思うけどね、さすがにこれも権限があるじゃん、あこいつはこいつで別で別の権限があって、それもまた権限対決よもう権限いいって、もう権限落ち着いたよ、もう一回目もうまたこれも権限、権限あると思うね、900年前のロボわしの言うこと聞くんじゃ、わしの言うこと聞くんじゃって言い合いねでどっちの言うことが聞くのかでラストを引きね、うん、なんだその回、なんだその回、あれ見方だったら強すぎない、ちょっとこっち優勢すぎない、強すぎるよ、強すぎるよ、今サタン星ぐらいだもんな、まあ、キザルもいるか、うん、キザルもいるけどね、一応ね、キザルも結構心ギリギリでやってるからね、結構キザルもへばってない、だって結構へばってるよ、うん、メンタルも結構きて、ね、来てるし、そうルフィも結構やってるし、両方で結構 やってるからもう、ね、これやってるよね、メンタル弱かったね、うん、意外と弱いよ、誰だってこうなる強いよ、どっちかというとねどっちかといったらこんな状況で頑張ってるのは強いだろ、いや普段から笑顔の人って、うん、ここの中では結構メンタルいろいろ抱えてるもんあるんだなっていう教訓でしたね、今回は、なるほどね、抱えて教訓会だった、教訓会だったこのエッグヘッド今回エッグヘッドいや嘘でしょ、そこの教訓あったのいやでもマジでキザルも熱いからな、うん、ねえ、ちょっとまあ一回ロボ、ね、ロボ話しつつ、ロボどうなんだろう、いや多分だけどやっぱ解放のドラムでもうこれ動いてるよね、うん、だよね、もう前回もそうだったから、うん、で今回もそうですから、多分それは間違いないと思うんだよね、動くんだね、うん、ってなるとだからこれそれこそ命令待ってる感あるじゃん、前回起動してから動いてないの、ポーズも変わってないから、うん、起動しただけであって命令が多分通ってないんだろうなって、うん、じゃあ誰の命令聞くのだよね、ルフィか、ね、ルフィっぽいけどねやっぱり、うん、そういうこと、他ないよね、いやそれかバッカニア族とかね、うわーなるほどね、クマ、うん、そうクマで、あとは巨人族よ、うわそうか、そう要は見た目がもうこれ完全に古代巨人族みたいな見た目してんのよ、角も生えててさ、そうだね、で大きさも古代巨人族ぐらいでかい、オーズぐらいでかい、オーズみたいな上半身と手してんのよマジで、うん、でゴツ上半身足細足説出てるからオーズも今、うん、マジでだからバッカニアとか巨人族とかなのかね、ありそうなんだよねマジで、まあそのあたりの命令なのかね、でこれが動いたらもう脱出できそうだもんな、そうだね、どっちそういう展開になるのかどうかだね、うん、フランキーとどっちかになってくるのがやっぱチームは、ロボットは一人というかさ、うんうん、俺の仲間にロボは一人でいい最悪最悪、ここで別れんのフランキーフランキーここで最悪だぞ、会話も少ないからやっぱルフィと結構そんなしてないかもしれないからね、確かにまあ人数多いからね今ね違うんだよ、違うあのロボ要員じゃないのよ、船大工だ、あ船大工ロボも大事だけど船大工だからあそうか、それこのロボがフランキーだね、ねえそれフランキーでしょ、うん、このロボがめちゃめちゃ船大工すごかったらやばいけど、いやそれやばいよねこれ実は大工です私はっていうロボだったら怖いね普段そんな瞬間ドキドキするね、自己紹介の時私はちなみに船大工ですドーンで次週9歳です、やばいよ普段気なせった顔で怖すぎるぞ、最悪だマジで最悪展開、意味わかんないもん、誰が盛り上がんのそれで意味わかんないもんね、はってなるだけだよ、陰湿になるもんねちょっと陰湿嫌なやつで、ドリーブロギーはニカとしか会話したくないし陰湿会じゃ最後エッグヘッドの盛り上がり陰湿、ロボはまあ戦うか、ね、戦うのもね強すぎそうだけど、まあ強すぎそうなイメージあるよね、うん、まあまあでもジェチュアック味方だとは思うけどねやっぱね、確かにね、どんぐらい強いかだよね、だからこいつもだからレーザーできんのかとかね、どのレベルの戦闘力かまだ分かんないしね、そうか、実はあのベガフォース1も要はキザルに普通に壊されちゃってるから、うん、ベガバンクが作ったロボはね、うん、だから、うん、ベガバンクがこれを再現したのはそんなに強くはなかったから、そうかそうか、うん、だから実はそこまでその強さ自体はっていう部分もあるかもしれないしね、うん、強そうな感じはしてるけど、うんうん、っていう感じですかねロボはね、うん、
でもキザルよ、キザル。キザルね。いや、キザルがだからここまで結構心揺れててさ、前回余裕ない感じで、うん、全員さ船に乗れって言ってさ、え、でもみたいに言われたら行けってその一言だけ言ったじゃん、うん、前回。だからあれがもうなんか余裕のなさちょっと出てたじゃん、キザルの。そうね。ねえ、で本当に怖い部分というかイライラしてるんじゃないけど、うん、メンタル結構やばいのが描かれて、かつ俺今週のすごい好きなのが、うん、消せキザルすぐにだって言われた瞬間、光になってピュンって移動したところ、うん、こう普通のキザルだったらね、メンタル状態、うん、ノーマルキザルだったら、うん、了解とか言いそうじゃん。いや言いそう。すぐにとか言いそうなのに、てんてんてんなの。きついね。きついよね。これもだってさ、うん、サタン星に対してさ、要はね、粗相絶対しちゃいけないわけじゃん、うん、ちょっと前とかだってさ、お茶とかさ、あの私が持っていくって言ったりさ、毒味はしたのかとか、うん、わざわざサタン星に対するそのね、粗相ないようにしてたのに、ここ無視だから、うん、しかとしてんな、しかとしていってんの、まあ、すぐにっていう何すぐにだからいいんだけど、その返答はしないっていう、いないんだ、御意とかないんだ、御意とかないのよ、そう俺ここがもうね、しびれた。だからキザルのこの、わ、マジでメンタルやばいんだな、キザルっていうのも感じたね。そうね。ねえ、キザルがだから、うん、裏切るんじゃないかな、まあ、なんかね、でここまで来たら、でも何、正面から裏切らないと思うのよ。うん、うん、もうサタン星にはついていけませんみたいな、なんかそういうガッチし裏切りは逆に俺かっこ悪いと思うんだよね。あ、もう今このさ、男だからこそこの立場を貫いてしっかり職務を全うしてるっていう、そう姿がやっぱめちゃめちゃかっこいいと思うんですよ、俺やっぱり。だけどなんかどっかでサタン星のみたいなとこでなんかちょろっとだと思う、やったとしても。あ、なんかちょろっと本当はやれたのにやらないとか、ちょろっとなんかちょっと、うん、そうビーム打ちまくるとかね、ちょろっとちょろっとビームを打ちまくる、すごいすごい離れたところから男性めがけてビーム、そう、いや、バレてませんっていうんじゃ、今のはパシフィスタです、いい、今のはパシフィスタですって、かっこいい、かっこいい、ね、わしはやってませんって、いやいや、かっこよくないよ遠くからサタン星めがけてで、ちょろっとビーム打ちまくるはかっこよくないですタメさんが望んでる機材じゃない、望んでない、望んではない、それ望んでない、陰湿陰湿さっきから陰湿エクヘッドやだな、みんな陰湿になってくるよサタン星だけでいいの、陰湿なやばいやつは。いやー、キザルもちょっと、まあこれはもう敵だと、敵っていうか何、行動自体は敵だと思うな、やっぱり。そうだね、うん、その方がやっぱかっこいいと思うな、そっちの方がな、うん、まあどうなるかですね、うん、キザルもね。じゃあ、あとはメガパンクどうなるか。そうだね。いやー、うん、これはちょっと本当に生きてほしいですけどね。うん、まだ平気かね。ねえ、結構でもこれがっつり刺されてるからね、胸。そうね。うん、なんかベガパンクは逆にもうさ、なんか天才すぎてというか、天才すぎるし、いいやつすぎるというか、なんかもう完璧じゃん、マジで、うん、なんか普通の天才だったら結構何、人の心を無限にするというかさ、うん、なんか普通の人の気持ち分かんなかったりするじゃん、うん、でもそうじゃなくて、逆に頭が良すぎるからこそちゃんと、なんて言うんだろう、その人の思いとか、うん、それを汲み取って行動できる、そのメンタルの部分でももう完璧だったじゃん、この人、うん、いい人だね、道徳面でも。そう、なんかだからこそここで終わりみたいな、ありえるよね。なんかそのパターンもなんか本当いい人でしたよね。でしたよね。すんごいすんごい怖い今の。いや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 、もう諦めてるやん。いや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 、諦めてる。諦めてるやん。本当いい人だったな。だっていい、諦めてる。それが言ってるんだから。いい人だよねにして、過去形にしちゃダメなのよ。クマとかにもやってくれてたしね。ね、やってくれたしね、じゃないんで、それ。でもやっぱチョッパーとかいるから、やっぱすんごいか、やっぱあの人は。今チョッパーどこいます？まあまあね、今上にいる。ラブフェイズにいる。だこの後ラブフェイズに無事行ければね、うん、上まで上がれば行けるけど。そうね。で、まあ一応マジでその希望の可能性のルートで言うと、うん、いや、あの人工臓器があるんですよ、オルガノイドが上にもあるし、うん、でかつ要は他にもさ、アトラスとかエジソンとかいるから、うん、他のサテライトがベガパンクステラ自身を手術することも多分できると思う、ね、ああなるほどね、うん、だから別にその条件は まだあんだね、あるとは思う、うん、その生き残るっていう、うん、の全然あるし、あとなんかもうベガパンクぐらいだったらなんかもう、うん、もう肉体はいらんのじゃみたいな、なんか言い出してもおかしくなさそうなこともあるよね、うん、もうパンクレ構図として生きていくみたいな、うん、でサテライトを生み出し続けられればなんか別に脳さえありゃ生きていけるみたいなね、うん、なんかそういうこともなんかベガパンクならやってもおかしくなさそうじゃん、なんか、うん、もう肉体も老いてきたから脳みたいなね
なんかでみんな笑って終わりかワンピース、うん、おえー、最後ってあ人工知能になるんだなって、あ最悪なオチワンピースは AI だったのかみたいな、最悪だ、最悪ないくない一つなぎの大秘宝AI ドリブルドギーは全くみたいなこうなんか抵抗やってヒューンってこうちっちゃくなって終わんじゃん最後ヒューンってあのねそうそうそうあの外枠からヒューンって丸くなって丸くなって最悪最悪昭和から平成初期のアニメのオチ昭和平成アニメオチエッグヘッド編最悪なオチだわそれで気づいたらサタンセも一緒に笑ってるんでしょそれそう最後大体敵役もそれ混じって笑ってるからそうそうそうそれでその後新章開幕最悪だよラあのエルバフェンエルバフェンてか最悪な展開だそれ、うん、いやメガバンク生きてほしいなマジでそうだねもうだってあれだから第7弾、うん、ワンピースカード、うん、メガバンクリーダー来んのよそうなんだ、うん、もう出ちゃうっていうのもちょっと怖いんだよなもう出んのよ、うん、うわなるほどねそう、まあ、逆にね早いっちゃ早いからね早いかそうかだって原作に追いついてんだもんねだってマジでそうだよ確かにそれってアニメはだってまだがっつりがっつりではないからさまあまあ入ったそうだね、うん、まあ入ってはいるけどね、うん、確かにまだあのベガバンクのそのステラ自体は多分出てないからねアニメ、うん、うわーちょっとだからこそ今もうこれ出すしかないみたいなそうだようわなんかそれもありそうな気がしてきたらなんか怖いなありえるようわありえるよねうん、うん、ここでもうね本編退場っていうパターンだとしたらあるかもしんないからねうわーそれ怖いな、うん、でもよくやってくれましたよねベガパンクはもう諦めとるやんだから諦めんなよまだだろまだ確定してないだろまだ仲間に入れてほしいねベガパンク、うん、ベガパンクやっぱ好きだからいやいや最強すぎないベガパンク仲間に入ってほしいね確かに、うん、いや面白いね兵器とか作れるからそしたらまたフランキーが、うんなんでフランキーの立場を追いやるなよなんでフランキーそんな追いやられてんのよ今回実はフランキーもピンチ編だったんでね裏テーマもちょっとあるかもしれない裏テーマこんなもんですかね、うん、最新はねどうなんだろうね、はい、ちょっと次回どうなるかですよね次回はまあそんなうんだからこのどっから始まるかねだからワンチャンこのなんかとんでもない引きだったじゃん今回ラストのコマが、うん、ワンチャン別サイド挟む可能性も俺あると思うんだよねああそうだね黒すぎるととか、うん、ワンチャンじゃない世界行く感じ黒ひげ、うん、黒ひげとかシャンクスとか、どうしてね、何やってるかてかもう黒ひげもいるんだからそう黒ひげいるんだからそうなんだよ、ね、実際だから俺黒ひげだと思ってたんだもん、そう絶対黒ひげだと思ったじゃんエッグエッド来てねこの誰かが来たっていうのがさでも黒ひげじゃないんだから厄介よな厄介そうだそこ忘れてた今普通に多分近くで多分腰たんたんと狙ってんじゃないですか海に沈んだもしかしてもいやドリブルギーついでにやってくれたドリブルギーが倒してるからいいけどいやそれ拍子抜けなきゃな逆に黒ひげ海賊拍子抜けすぎないあれ弱い黒ひげ弱いってなっちゃうドリブルギーやられなきゃいいけどないやその展開もあるあるよベルバフはもうなんか激怒ちょっと悲しい旅になるだろうね、うんうん、あこの二人やられちゃったらねやられちゃったらいや黒ひげ海賊団 VS この二人うわあるそれうわ待ってあるかもそれでドリブルギー勝って、うん、勝ったあとはイム様だけだねみたいなみんなでなんかハッピーエンドすぎるななんか分かんないなんかそんな余裕で勝ってほしくはないな戦うならなんか圧倒的にね圧倒的に一発でまあそれもかっこいいけどなそれもかっこいいけどまさか四攻撃が黒ひげがいる可能性はないんだっけまだいや今のところないけど要はだから黒ひげを待ってる説もあるんだよね、うん、ああなるほどねそう黒ひげは多分時間軸はちょっとまだ微妙なラインだけどウィナー島でいやロウ沈めた後そうだからロウ沈めたそう実はねあそこちょっとね俺も整理できてない部分があるけどいや黒ひげたちの戦いが終わって全員ワプワプで集合する街かもしれないっていうああやばいじゃんでそしたらちょうど漁夫の利狙えるじゃん全員で攻め込めばねえ、まあ、全員で来たらね、うん、確かにうん結構やばいよねもしそうなったらね、うん、だから何を狙ってるかも分かんないしねベガパンクが欲しいのかパシビスタのセラフィム狙ってる可能性もあるからねああそう仁王ヶ島で戦ってるから黒ひげはセラフィムと強さを知ってるから、うんそれを奪いに来てるっていうのもありえるしちょっといろんな要素がちょっとまだあるからね黒ひげに関しては不安要素やっぱそこかそうだね黒ひげだね、うん、ねえサタン星キザルがまずどうなるのか勝てるのかっていうところも含めてそこに黒ひげがどう絡んでくるかじゃないかな、うん
次回マイクエットで続くとしたら、まあサタン星キザル VS ルフィ、そうだね、でドリブロギがどこまで入ってくるかと、うん、ロボがどう動くか、うん、うん、でそもそも逃げ切れるかでね、だから本当にベガバンクとかボニーとかが、そうだね、そもそも今上に行けないから、真空ロケットなくなっちゃってるから、うん、上に行く手段がないんだよね今、うん、どちらにせよだから危険は危険、言うてサタン星キザルいるから、そうだね、うん、ルフィが止めてくれるとはいえね、まだまだいっぱいあるわ、うん、そうよ、あとベガバンクまで解除できるか ね、ね、もうしたもうしたよ止まってる止まってる解除した解除したの、まだベガバンク解除してないと思ってるの上でまだかかってるって、まだフロンティアドームのあのバリアが解除できんって、それまではってなるかもね、いや解除したから解除したから下にいんのよ、してます解除、うん、してます、次週解除編、解除編こっから続くんじゃん最悪だ、急に暗号解くみたいになってね、問題みたいな、だから今年の小田さんの最後の、うん、あのジャンフェスのコメントでもあるんじゃない、うん、その来年こそ解除できるのかみたいなまだ1年続く1年かかってるなんで年末までかかってるの解除だいぶ前にしてるよはい、そんな感じですかね、はい、また来週ね、最新話ありましたらね、うん、感想動画上げていきますので一緒に楽しんでいければと思います、はいうん、はい、今日ここまでです、最後まで見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします、うん、来週も楽しんでいきましょう、明日も楽しもう、またね、解除はしてます前向いて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 全力で真っ直ぐに自由求め